フランシス・デュゴアは、シャライ・コール・ルイ・コール・ポン生まれのバイオリニストである。8歳で、サンモール・デ・フォーセ国立音楽院にて、バイオリン、ピアノ、フォルン、寄付、室内学を学び始める。ブリュッセルのモーリス・ラスキンの下で、バイオリンの勉強を続け、その後、リオン国立高等音楽院で、ベーダ・レーノルズに指示する。1985年。 カナダのバンクセンター芸術スクールより、奨学金を受け留学。バイオリニストのゾルタン、ケイセイ、イブリー・ギットリス、ビオラ奏者のラファエル・ヒリヤー、チョロ奏者のアンナー・ビルスマ、ピアニストのメナヘム・プレスラーのもとで音楽に磨きを、かける。1986年、ジョン・エリオット・ガーディナーとケント・ナガノが指揮する、リヨン国立オペラのソリストとして任命される。 1989年から1991年、エマニュエル・クリビヌが指揮するリヨン国立オペラのソロのバイオリン奏者である。1992年、コンサート演奏者として活動の場所を世界へと移す。2005年、日本でのコンサートツアーを実現。これをきっかけにアジアで活動の場を広げ、韓国での演奏を行う。2010年、名高い舞台ニューヨーク。 カーネギーホールでのリサイタルに招待される。2012年、チェコフィルハーモニー管弦楽団に招待、また、プラハにある、音楽公開堂ルドルフィルムでリサイタルを行う。清井ホール、白川ホール、NHK ホール、京都国際会館、ホコーシティホール、富山大学、カーネギーホール、ミュージカル、ブリジットアラウンドザワールド音楽祭、ブラックマンホール、 グリーグ・イン・ベルゲン音楽祭、ルブラナ音楽祭、セラテ・ムジカリ音楽祭、ムジカ・イニ・ラピニア音楽儀は、カタニア音楽祭など、多くの名高いコンサートホールや、音楽祭での演奏に招待される。また、音楽家のモーリス・アンドレ、フィリップ・ベルナルド、パトリ・フォンタナ・ローサ、ローランド・ピドー、ミッシェル・ブードンクル、キリル・ロージンなどと一緒に、シャンゼリゼ劇場、スーシャント・モーツ・アルト、 プロムナード・ムジカル・デラ・コート・ダジュール、パリ・シツナイ・ラク・祭、トゥルノン・音楽祭、ムジカルタ・音楽祭、モンペリエ・音楽祭、ナンシー・ホニーの多くの音楽祭に出演。ドニエッポ・ペトロブ交響楽団、キエフ国立交響楽団、ポハン交響楽団、アグ・アスカリエンテス交響楽団、リベーラン・プレト交響楽団、マーニャ・グレーチャイコ管弦楽団、バーデン・バーデン・フィル・ハーモニー管弦楽団、 ルーマニア国立管弦楽団、オペラ国立リオン管弦楽団、アビニョンプロバンス地域管弦楽、グルノーブルストリングアンサンブル、トーマスバーナード室内管弦楽団、カメラアタドフランス等の世界中のオーケストラに定期的にソリストとして招待され出演している。1993年から1995年、パリユミ室内管弦楽団のコンサートマスターを務める。 レパートリーはバロック音楽から現代音楽まで幅広い。また、ミカエル・レビナス、フィリップ・ルルー、ボルフガング・モッツ、ニコラス・ベリンを含む多くの作曲家に協力し、ニコラス・ベリンはバイオリンとピアノのための曲、写生族クワゼイ2を検定している。演奏者としての活動と並行し、教育活動も行い、リヨン地方音楽院の教授でもある。アジアでは、 日本と韓国に招待され、マスタークラスを開く。ヨーロッパうちでは、多数の国際コンクールの審査員に招聘される。また、ムジカルタの設立者であり、設立以来、演出者である。サイトでミューザッカルタ、エキップ、ありがとうございます。